名前が印象的なプロ野球歴代助っ人、ホアン・アイケルバーガー。当時の関根潤三監督がラジオで、名前が面白いから取ったと発言。スコット・アッチソン。ウィリー・アップショー。1989年日本ハム戦にて、西村元文からの背中への死球に激高し、外野まで西村を走って追いかけ捕まえた。シャーマン・オバンド。2000年ベストナイン。東京ドームの看板直撃弾を量産していたことから、看板男と呼ばれた。ラファエル・オレラーノ。クリス・カーペンター。沖縄キャンプでは、米兵からサイ・ヤング賞投手だったカージナルスのカーペンターと勘違いされて、サインを求められることもあった。ロバート・ガゼルマン。ビッグ・ガ・トームソン。2006年ノーヒット・ノーラン達成。2008年、横浜の三浦大輔から場外ホームランを放つ。エディ・ギャラード。2000年、2002年最優秀救援投手。セス・グライシンガー。2年連続最多勝。アンディ・シーツ。ゴールデングラブ賞。ネイト・シアーホルツ。クリス・シールバック。マット・シューメーカー。ジャスティン・ジャマーノ。グレン・スパークマン。ジョン・ズーバー。マイケル・トンキン。ドビーダス・ネバラスカス。NPB 初のリトアニア出身選手。モーガン・バーク・ハート。当時の王監督も感心するほどの真面目なスイッチヒッター。ハワード・バトル。彼がベンチにいるとなぜか連勝が続いたため、勝利の大黒様と呼ばれた。マイク・パグリアルーロ。獲得当時、もう一年プレーしたら引退しようと思っていた石毛博道氏とポジションが被っていたため、石毛氏の心に再び火をつけてしまった男。ブライアン・ファル・ケンボーグ。2010年の最優秀中継ぎ投手。最悪の助っ人としても有名なブラッド・ペニーから、あんなに練習しなかったらダメだろ、と呆れられるほどの練習嫌い。マイク・ブロードウェイ。初登板の初球、ホームランを打たれる。マイカホフパワー。チームメイトにやたら絡みに行く様子が取り上げられたため、ネット上ではあまり好ましくないあだ名で呼ばれることもあった。マット・ホワイトサイド。フランク・ボーリック。2001年ベストナイン受賞。1999年、ボーリックが本塁打を打った試合で、チームは22勝2敗1分けという圧倒的な勝率を残し、ボーリック神話と呼ばれた。ボブ・マクドナルド。阪神の入団テストに合格し入団したものの、速球は最速でも135キロほどで、制球力や変化球にも見るべきところはなく、
マスコミからは、なぜこのレベルの選手を獲得したのか、と言われた。ティム・マッキントッシュ。趣味はパソコン。当時、テレビの実況アナに、パソコンが趣味ですが、使っているのは名前とは違うものだということです、と言われてた。ドンマネー。一緒に来日した家族が日本の住環境に馴染めず、ホームシックになってしまい、わずか巫女で退団。ネイサン・ミンチー。NPB 通算7年で5回2桁勝利。2001年最優秀防御率。アガスティン・ムリーロ。2014年秋に楽天の入団テストを受けたが不合格。2015年7月、なぜか楽天と契約。9月に一軍昇格したが、オフに戦力外。テイラー・ヤングマン。クリス・リーソップ。オーランド・ロマン。